なかったのか、ゲンジ。これはどういうことだ。恐れながら紛れもなくそのお方はベアトリーチェ様でございます。そんなはずあるか。これのどこがベアトなんだ。全然違う、偽物だ。いいえ、ベアトリーチェ様でございます。ゲーム版のルールに従い生み出された紛れもなくベアトリーチェ様ご自身でございます。いや、こんなのはベアトじゃない。ベアトってのはもっとおかしな喋り方をして、品のない笑いをして、それからいいえ、間違いなくベアトリーチェ様ご自身でございます。じゃあどうしてこんな喋り方をする。どうして俺をお父様なんて呼ぶんだ。ベアトリーチェ様はお生まれになったばかりでございます。かつてのような振る舞いをいきなり期待されるのはあまりに酷というものでございます。まだ記憶が戻らないということなのか。親方様、確かにこの方はベアトリーチェ様ご自身です。しかし親方様がよくご存知のベアトリーチェ様ではありません。どういう意味だ。俺はゲームマスターなんだろ。どうしてベアトを蘇らせられないんだ。ええ、確かに蘇りましたと。しかし、かつてのベアトリーチェ様は千年を経られたベアトリーチェ様。一方こちらのベアトリーチェ様はご本人なれど生まれたばかり。違う人間のように見えるのは致し方ないことでございます。じゃあどうやったらあのベアトは蘇るんだ。体はある、ここに。魂はどうやれば蘇る。同じ千年の人生を歩めばかつてと同じベアトリーチェ様にもなるでしょう。千年を待てと。人の性格は生まれながらだけのものではありません。その後の生き方や経験によっていかようにも変わります。意味がわかりますか。同じベアトであっても同じでないということが。わかるわ。同じ人間が二人いたとしても生い立ちで人はいくらでも変わる。本来は同じ人間であるにもかかわらず、その生い立ちによって別人と言ってもいいほどに変わり得る。本来人は人であり、人格そのものを指して人とは呼びません。しかし人格を人だと認める人間たちにとって、それはさながら他人のようなものでしょう。違いねえですな。お嬢だって12年前の気の毒な一件がなけりゃ、今頃は笑顔が似合うキュートな女の子だったかもしれねえ。失礼ね。今だって十分キュートだった。ましてやベアトリーチェは千年を経た魔女。人は三日あれば死ぬことだって生まれ変わることだってできる。それが千年じゃどうにもならないわね。あなたはなかなかできる読者のようですね。波の読者相手だったら同一の人間であっても、その生い立ちと時間によって別人になりうることを説明するために数百ページを割かねばならぬというのに。あまり読者を舐めないで。私たちはただ読んでるだけじゃない。読んで考えてるの。100人に読ませれば90人くらいは読める。しかし意味がわかるのは50人。そしてそこからさらに考えられるのは20人もいない。よく噛んで飲み込みなさいと。ただそれだけの話なのに。しかしあなたはどうやら
その貴重な20人の中の一人らしい。だからここへ招いたのです、人の子よ。どうぞ、続きを読んで文字を追うあなたの顔を見るのが何よりも楽しいの。そして言葉を交わし合うことも。物書きは感想に飢えてるってのは本当ね。でも申し訳ないけど、こんな分厚い原稿を延々と読んでる時間はないの。それより私はあなたに。時間なんていくらでもあるでしょうに。時間など気にすることもないでしょ。あなたが読み終わるまで全ての時間はあなたを追い立てない。ああじゃあ次のページ、次のページ。どうだベアト、俺の作った第6のゲームは。まあ素直に褒めるやつじゃないもんな。せいぜい無能なりにそこそこ頑張ったではないかってとこだろうぜ。無能なりにそこそこ頑張ったではないか。ゲームマスターの立場になってよくわかったぜ。お前も毎回随分と苦労してやがったんだってな。ゲームを作るのは楽なことではない。よもやそなたとそれをねぎらい合う日が来ようとはな。ゲームを作るのは楽なことではない、よもやそなたとそれをねぎらい合う日が来ようとはな。こんなのはベアトじゃない。
お前はたくさんの家具たちや、いろいろな物語を紡ぎ出してきた。俺はそれを見て、お前はきっとさぞや楽しいだろうなと思っていた。だが違う。お前は、信じられないくらいに孤独だったんだ。お前にとって、俺という自らに反逆する対戦相手が、どれほど愉快なものか、今の俺には、痛いほど理解できる。あの、礼儀正しい、おかしなベアトは、確かに、お前なんだろうな、千年前の。しかし、別人だ。お前の姿に瓜二つだからこそ、むしろ許せない。辛い。しかし、駒ではないから、俺の意志に背ける。駒のお前なんかより、あのベアトの方がはるかに血は通ってるだろうぜ。それは認める。だが違うんだ。あれはお前じゃない。お前の生き別れの妹か何かで、全くの別人なんだ。だからむしろ、どうしても受け入れられない。笑えよ、この無様な俺を。